どうもこんにちは。パン屋の絵描き教室レオンの横山レオンです。今日はパン屋の絵描き教室からお送りします。さあ、今日のお題はですね、まあ、よく聞かれるんですよね。How about 何々? What about 何々? これどう違うの?っていうふうに言われるんですけど、まあ、これね、例えば Will と Be going to ってどう違うんですかってこれ海外の人に聞くと、まあ、大体言うのか一緒だよって言われるんですよね。一緒だよって言っても実はちょっと違うんですよ。微妙に。今日はそんなお話をしようかと思います。まず、how about はいいとして、what about? まず発音から。what about の綴りをよく見ると、what? t の前後、a ですよね。じゃないですか。wa, a ですよね。to, about, a. だから、両方 t の前後が a。つまり、母音。t の前後が母音の場合は、アメリカ英語の場合はフラッピングってですね、ラリルレロ、ラ行になるんですよ。日本語のラ行。日本語のラ行よりちょっとだけ舌を前に出す感じ。だから、言ってみましょうか。ラリルレロ。ラリルレロって言ってみると舌が上に当たってますよね。これを今当たってるところにちょっとだけ前に当てるようにするんですよ。ラリルレロ。What about? What about? まあほとんど変わらないですけど、ちょっと前にするような感じのラギョ。だから What about は What about? What about? になります。What about? で、もう一個のポイントは次は文、まあ、文法ってほどじゃないんですけど、How about? What about? の後ろは必ず名詞ですね。About は前置詞ってやつなんで、in とか on とかね、from とか off とか under とかね、もういろいろありますよね、前置詞。の後ろは必ず名詞だから、このあたりは物の名前が、物の名前が来ます。もしくは、ing もいけますね、同名詞ってやつですね。うん。例えば、what about playing the piano とかね、そう、what about play the piano っつうと、まあ、間違いつうか、ちょっと違和感あるんじゃないですかね。そんな神経質にならなくてもいいですけど、まあ、ing で聞くのが、まあ、基本は正解というふうになります。じゃあ早速、how about と what about の違いを説明しようと思うんですけど、どう違うのか。まあ、何々どうって感じで覚えてる人多いと思うんですけど、how about の方が提案とかね、お誘いとかに近いですね。例えば今のだったら、how about、さっき言ったじゃあ、playing the piano だったら、ピアノ弾いたらっていうなんか提案に、ピアノ弾いたらどうとか、そういう感じ、提案ですね。じゃあこれを、what about playing the piano ってのはどう変わるのか。What about はですね、どっちかすると、なんか未解決の問題とかに対して、なんとかどうすんのとか、もしくは、あれ、誰々さんは来るのとか、誰々さんはあるのとか、なんかこう、そのものをね、なんかね、聞くっていうニュアンスなんですよ。なんとかはどうすんのみたいな。だから今のだったら、例えば、What about playing the piano? って言ったらどんなシチュエーションかっつうと、今回は、うん、例えばじゃあ僕はね、いろんな楽器できるんだよ。I play many instruments. いろんな楽器あるんだよね。For example, 例えば、the bass guitar, bass とか、the guitar, 三味線とかね、太鼓とか、Japanese 和太鼓とかね、なんかいろいろあるかもしれない。そこで、What about playing the piano? とか、What about piano? って言った場合、じゃあピアノもねやるの?みたいな。こんな感じですね。何々はあるの?とか、そういったニュアンスになります。How about playing the piano? したら、ピアノやったらって提案なんですけど、What about playing the piano? って言った場合は、なんかいろいろある中で、あ、じゃあピアノもできんのとか、ピアノもあるのみたいな、そんなようなニュアンスになりますよね。とか、例えば、じゃあどこ行こうか ?Where are we going? どこ行こうか ?Where are we going?Where are we going? って言ったときに、How about 上野 ?How about 上野行きますよね。あ、じゃあ上野とかどうみたいな。これ、How about 誘ってますね。でもこれが What about だったら、例えば、Oh, this train will stop at Asakusa. This train will stop at Asakusa.この電車は浅草止まりますよって言われたときに、あ、上野も止まるんですかっていうニュアンスで、What about 上野、ね、上野も行くの上野はあるのそんな感じ、What about 上野とかで行けますね。例えば、We're gonna have a party. パーティーやるんだよね。So, you wanna join us? Do you wanna join us? Do you want to join us? で、来たい、来れるっていうニュアンスなんですけど、そういうときに例えば、who's coming? 誰が来るの ?Who is coming? 誰が来るのつって、例えばね、よしこが来たりとか、たかおが来たりとか、たけるが来たりとか、ぜひ日本人は日本語で話してるんでしょうけどね。そういう時に、あ、でもケン来るの例えばね。そういう時に、how about もいいんですけど、まあ、どっちかというと what about ですよね。何々はあるの何々どうするのって感じなんで、あ、じゃあケンも来るの ?What about Ken? とかね。例えば、じゃあホテルを予約するとき。で、まあいろいろやってね。じゃあなんとかホテル、これ安いしいいんじゃないあ、でも朝食ついてんのって言いたいとき。What about breakfast? みたいな。What about breakfast? What about breakfast? 朝ごはんってあんのかなとか、こういったニュアンスになりますね。
あとはですね、例えばじゃあ先生同士で話してて、じゃあこういったコースでこういったふうな、いやじゃあこの担当対策コースで作ろうとって言った時に、じゃあこれでね、こうでね、毎週何曜日でした時に、Oh, what about a textbook? What about a textbook? What about a textbook? 教科書どうするよみたいな。だから、そんな感じで、What about の方は提案じゃないですよね。どっちかというとニュアンス的には、なんかこう、なんか何々はどうするのとか、ああ、何々は入ってんのかなとか、え、どこそこはあるのとか、そういった足りないものっぽいことに対して、これ何々はっていう感じなニュアンスになります。で、まあ、How about you? What about you?You の時、あなたはっていう場合ね。これはどっちでもいけるんですよ。How about you? What about you? どっちでもいけますね。で、僕はよく生徒さんに、お教えしているのが、会話ではね、キャッチボールがすげえ大事なんですよ。なので、でも、なかなか質問するって難しいじゃないですか。いいんですよ。How about you? で。特に私は困った時の How about you? って言ってますね。例えば、What do you think about the US presidential campaign? ってなんか言われても意味わかんないじゃないですか。その時に、Well, how about you? みたいな。How about you? とにかくあなたに、あなたはって感じでも相手にボールを投げちゃう。英語喋れる人とね、会話する方が実はちょっと楽なんですよ。なぜかって相手を利用すればいいんですね。相手が、あれはね、コミュニケーション取ってればいいので。ね。コミュニケーションっていうものがやっぱないと、いろんな問題が起きる、ですよね。だからね、会話さえしてればね、話してるってなるし、で、会話するのは難しいって思うかもしれないですけど、話してもらえばいいんですよ、あっちに。って時にこれ使います。困った時の How about you? もちろん What about you? でもいいんですけど、まあなんとなく僕は困った時の How about you? っていうふうに考えてます。そんな感じで、今考えてますって言ったのは、別にどっちでもいいんですよ。どっちでもいいけど、だからもう How about you? で僕は大体言っちゃいます。はい。ということでですね、今日はちょっと How about you? と What about you? の違いをお話したんですけど、まあ、How about you?How about と What about と違い話したんですけど、How about は提案するとかね、なんとかしたらとかそういった感じになります。What about の方が、まあどっちかっていうと、なんか、なんとかは、なんとかに対してね、そうだ、何々はあるのとか、なんとかはどうすんのとか、なんかこう、そういう足りないものとかね、そういったまだ解決してないことに対して、何々はっていうニュアンスがある。こういった違いちょっとあるんですね。まあ、正直、どっちでもいいとかっていう人が一緒だよっていう人が多いんですけど、この辺注意するともう少し正確さが出てきて、いろいろ楽しく喋れるんじゃないでしょうか。ということで、今日もちょっとね、長くなっちゃいましたが、聞いてくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録なんかもよろしくお願いします。Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.